尻倉ク孫一は、芝良太郎の歴史小説。戦国時代に、鉄砲技能集団として名高かった、最下等を率いた、最賀孫一を主人公にした作品である。1963年7月から1964年7月にかけて、週刊読売で連載された。最下等を構成する有力家系の一つである、鈴木氏の当主は、代々、 孫一という名を襲名することが慣例となっていた。そのため諸資料に登場するその名の人物には、その名を名乗った複数の人間の自責が混同されて、記されており、個々人の自責を明確に判別することは困難である。したがって、本作の物語は、織田信長と本願寺勢力による石山合戦を背景にしているが、そこで活躍する孫一の人物像や、 彼を取り巻く群像はほぼ作者の創作であり、事件、事象の展開にも、史実からかなりの改変がある。作中の孫一は、芝によると、当時の債下者の性格を一人に集約すれば、おそらくこうだっただろうということで作った人物像とのことである。1969年に映画化されたほか、1973年に芝作品の国鳥物語が、 大河ドラマ化された際にも、原作の一部となった。織田信長による、平定後、陰心を極める岐阜城下に一人の相関が現れた。傾いた風体に違わず、天意無法絵に描いたような行動を繰り返し、男はたちまち城下の評判となる。噂を耳にした信長は、男の真っ赤な羽織にあしらわれた八タガラスの門から、すぐにその素性を察し、知恵者の復心。 木下東吉郎秀吉に男と接触するよう命ずる。男の名は西鴨孫一。天下にその名を轟かせる木国最下将の鉄砲集団、最下党を束ねる闘目である。千年計に旗を立てたというものの、四方を取り囲む大名たちが上落に反発して連帯を強めつつあり、信長の置かれている状況は穏やかなものではなかった。この苦境を乗り切るためには、 新進兵器の鉄砲をどこよりも多く揃え、射撃技術に習熟した、彩賀等の協力は、不可欠と言って良い。なおかつその頭目である、彩賀孫一は、紀内第一の戦の名人と誉まれたかく、そのような男が岐阜を訪れたのはおそらく自身を、売り込むためであろうと信長は推測したのだった。が、孫一の目的はそれのみではなかった。無類の女好きである、 この男の目当ては、千年系で見染めた重い女であり、それが上落の際に堂々した、信長の末の妹であると聞いて、足を運んできたのだった。しかし、信長の妹に、そのようなものはいない。孫一の思い違いであったが、秀吉は、最下党との同盟を結ぶため、信長の党縁の娘を孫一の思いの、姫君に仕立て上げて彼と目合わせようと考える。以後、秀吉は、 孫一と行動を共にすることになるが、孫一という男は人心をつかむことにかけては、天才的な才能を持つ秀吉ですら扱いかねる難物だった。城下で平気で、鉄砲を撃つ。神出鬼没でいたかと思えば不意にふらりと姿を消す。さながら虎をなだめすかして連れているようなものだと、秀吉は短足するが、それでいて、命がけの伝軍を務めることになった秀吉に力を。 カスなどはつい義教心も持っており、秀吉はいつしか孫市に対して奇妙な友情を感じるようになっていた。孫市の方でも秀吉に好意を持つようになっていたが、やがて秀吉が引き合わせた姫君が偽物であることを見抜き、信長は信用できぬと言い残して小田家との縁を切って最下章に戻っていった。ところが故郷へ戻った孫市は意外にも重いの。 姫君が、すぐ足元の木の国にいたことを知る。姫君は、奇襲屈指の名族の霊場、萩姫であり、近年爆発的な流行を見せている一行胸の、熱心な門徒でもあった。一行胸の教えなど、全く関心のない孫一だったが、姫君目当てで一行胸の甲に出向いてみると、そこには、新章という本願寺保守、権女の自創をしている、青年像がいた。 目下、本願寺と信長の間には暗雲が垂れ込めつつある。信長は本願寺のある摂津国石山王岐を築くに、格好の地と考え立ちのきを要求してきていた。これに対して本願寺は断固跳ねつける構えであり、相番戦が始まるのは避けられず、新章によれば本願寺は門戸節を率いる侍大将として孫市を望んでいるということだった。 束縛を嫌い収門を好まない孫市には容易に受け入れられることではなかったが、とはいえ、最下唱にもお門とは大勢おり、東目といえどもその意志を無視することはできない。さらに思いの萩姫にも説得されるや、孫市はつい曖昧に頷いてしまった。戦のための鉄砲の買い付けに、境に赴いてみると、そこには鉄砲伝来の地、 種ヶ島の領主一族の血を引く小道という娘がいた。孫一は小道の魅力に心を惹かれるが、彼女もまた一向胸の門徒であり孫氏が大将になることを望んでいた。そこにいよいよ信長が攻めてくるという知らせが飛び込んできて、孫一はやむなく大将の任を受けることにする。そして城郭さながらの巨大寺院である本願寺本山に、門徒たちが続々と集結する中、 ついに、織田軍が、摂津国に襲来した。孫市は、鮮やかな四季ぶりで初戦を大勝利に導き、門徒たちの期待に見事に応える。門徒になる気は、今でも妄頭なかったが、しかし、天下の信長相手に戦うことは、菅の妙がではないかとも孫市は考えるようになっていた。やがて外交僧たちの奔走により、半織田大名たちが好意を強め、 信長は退陣せざるを得なくなる。朝廷の口利きによって一時和解が成立することになったものの、しかしほどなくして両軍は再び衝突を繰り返すこととなる。南無阿弥ダ仏と商名昭和を繰り返しながら、死も恐れず立ち向かう門徒たちは恐ろしく頑強で、戦況は本願寺勢に優位に進んだ。階層に次ぐ階層で、 信長が逆上しつつあることを知った孫一は、信長を狙撃で仕留めるべく祝人に乗り込むが失敗。辛くも、難を逃れた信長は、本願寺攻めを中断して、最下唱を攻撃することを決断する。蔡が衆が震え上がる中、しかし孫一ただ一人のみは浮き立つ気分を抑えられずにいた。天下の信長と四つに組んだ相撲が取れるのである。武士としてこれほどの痛快時はあるまいと、 孫一は、我が知く暗いと口癖を何度ものたまいながら一人からからと交渉する。西賀州が、本拠の最下城に今日を据え直す一方で、同様に、小田陣中においても、攻撃部隊の編成が着々と進んでいた。先方部隊に参加することとなった秀吉は胸中に、苦いものを感じ、決戦を前にして孫一と密会して、降伏を進める。が、秀吉が、 様々に言葉を変えて説得しても、孫一はまるで耳を貸そうとはしない。織田軍の進行が始まった。十万を超えるその大軍に対する最下等は一万。あまりで敵の力を侮った先方部隊の諸将は、本隊の到着を待たずに攻撃を仕掛けようと考える。孫一の軍債を知る秀吉のみはこれに反対するが、軍議に従わざるを得なくなり、部隊は、 彩花島が味も張る彩花川へと殺到した。孫市は彩花省を南北に貫いて流れる彩花川に沿って多くの城塞を築き防衛線を構築して織田軍を待っていた。秀吉の案じた通り川を渡ろうとした部隊は仕掛けられた罠に阻まれ総攻撃を受けて大打撃を被ることとなる。やがて本隊からの命令により織田軍は撤退を開始し、孫市は 最下等の総力を挙げて追撃戦を始めた。孫市はすぐさま一部隊を壊滅寸前にまで追い詰めるが、そこへ救援のため駆けつけた秀吉が現れ、おのおの,の部隊の重厚が相まみえることとなる。未だ秀吉に友情の片鱗を感じていた孫市は秀吉のみは殺さぬよう命ずるが、秀吉にはそのような甘さはない。隙を突かれた孫市は集中砲火を浴びて、 片足を打ち抜かれてしまう。しかし、孫一の負傷で追撃は不可能となったものの、織田軍は方法の手で最下将から引き上げていった。十万もの大軍を尻溶け天下の信長に尻喰らわせた開示に西賀衆は揃って湧き返り、戦勝の縁が始まった。孫一も酒を飲み、歌を歌い、足の傷も物ともせず快活に舞いを舞うのだった。 しかし、時をおかずして、藩小田同盟は、秋風落曝と崩れていった。西賀川の大正から三年を経た後、諸大名の後ろ立てを失った、本願寺はついに降伏することとなる。講和に反発していた、孫市も説得を受けてやむなく賛同し、十年にも及んだ信長と本願寺の構想は、信長の勝利によって終結した。ほどなくして信長は、 本能寺の変により自害するが、孫市はそれを喜びもせず、公的死を失ったように、意気消沈し、老いぼれする年でないにもかかわらず、堺に隠居してしまった。代わって台頭してきたのは、あの秀吉であった。信長の後継者としての地位を固めるや、秀吉は目覚ましい勢いで、天下人への階段を駆け上り始めた。変転する事象を隠居の身で眺めながら孫市は、 旧友とあって、腰肩のことなど語りたいとも思ったが、日の出の勢いの秀吉に会いに行くことはまるで良感を、しに行くようで決まりが悪かった。やがて秀吉は天下取りの最大の障壁である、徳川家康と対決することとなり、両者の狭間に位置する、西賀等は再び天下の奇数を握る存在となった。秀吉の死者の傲願さに腹を立てた、西賀州は家康に味方して、 秀吉を大いに脅かすが、秀吉は巧みな外交で家康と和睦することに成功し、最後州は梯子を外された格好となって孤立した。やがて、奇襲征抜に乗り出した秀吉に対し、孫一は、先週の取りでこれを迎え撃とうとするが、低調な態度で求められるや解場することとなる。その後、休校を温めたいという秀吉の招きに応じ、孫一は、 奇襲と泉州の国境の吹雪峠に赴くが、しかし、足を運んだその地でそのまま帰らぬ人となった。病を得たのか、秀吉による暴殺であったのかはわからない。いずれにせよ、この男の死によって戦国は終わった。底抜けの楽天主義、傲願さ、明るさ、この時代の地侍の気質のすべてを備え持っていた、この怪談時の死を最後にして、戦国の世は幕を下ろした。 映画、シリクラエ孫一、孫九1969年9月13日に、風切り公開。大英製作、配給、カラー、105分。同時期に、同じ NHK の金曜時代劇で本作を、高橋秀樹主演により、単独ドラマ化する企画が立てられたが、原作と主役のバッティングにより、赤ひげに変更された。現在でも若浦東照宮の祭礼。 和歌祭で踊られている、最下踊りは片足での踊りが特徴であるが、これは孫一が負傷した足をいたわりながら踊ったことに由来する。孫一の名を名乗った人物に、重行という意味なの人物は存在しない。史実ではと記事は、時高の弟ではなく息子。まだ幼い頃に溶接しており子供はいない。ありがとうございます。